はい、皆さん、こんにちは、ジョージです。今日はですね、テクノのアンセムを、5つ紹介していきたいと思います。まあ、アンセムっていうのはですね、まあ、もともとはですね、聖歌とか賛美歌っていう意味がありまして、まあ、神を称えるための曲だったわけなんですけれども、最近ではですね、まあ、そのアーティストの代表曲だったり、まあ、もう定番曲だったり、もう一番盛り上がる曲っていうふうにな解釈で、使われることが多いですね。これはですね、いろんな音楽のサイトですとか、チャートですとか、あとは雑誌やメディアなどで発表された曲なんかを、いろんなのをひっくるめて、僕がちょっと5選選んでみましたので、これ以外にももう数々のたくさんのもちろんアンセムがありますので、あくまでも、これは僕が選んだアンセムとして、ご参考にしていただければと思います。まず一つ目がですね、ローラン・ガルニエの、クリスピーベーコンになります。1997年に発売された曲になりますね。ローラン・ガルニエといえばもう世界三大 DJ の一人ですね。フランス出身の DJ プロデューサーになります。ファーストアルバムもですね、ショット・イン・ザ・ダークっていうのですごく有名になったんですけれども、このクリスピーベーコンっていう曲で、世界中にガルニエの名前が知れ渡ったことでも有名になりますね。もうテクノといえばもう、ガルニエ好きな人本当に多いですよね。テクノ好きであればもう誰もが知ってる有名な DJ ですね。で、まあこの曲クリスピーベーコンって言いましても、クリスピーベーコンっていうのはあのフライパンでこうベーコンを焼いた、欧米とかでよく朝食とかに出てくるあのクリスピーベーコンですね。この本当にベーコンを焼いただけのシンプルな料理から来てるんですけれども、4つのパーカッションと、ベースラインのみで作られている非常にシンプルな曲になります。僕これ初めて聞いた時そんなにかっこいいなって思わなかったんですけれども、だんだん聞いてくるとですね、癖になってきて、今じゃめちゃくちゃ大好きな曲ですね。クラブとかでもですね、まあうわーっていうほどではないんですけれども、この曲がかかるとめちゃくちゃ盛り上がるので、まあテクノ好きの人も結構この曲好きって人多いので、まあ皆さんも聞いたことある人も多いんではないでしょうかね。はい、続いて二つ目ですね。ネイサン・フェイクの、The Sky Was Pink のジェームス・ホールデンリミックスになります。これ以前にも少し紹介したんですけれども、まあ2000年代にもう本当に大きな、テクノの流れを作った、ボーダーコミュニティというレーベルがあって、そのレーベルから出た、このネイサン・フェイクの、出した曲、The Sky Was Pink という曲がありまして、まあそれをジェームス・ホールデンがリミックスした、曲になりますね。オリジナルよりも、リミックスの方が有名になったことでも知られてますね。エレクトロニカっていうジャンルはもっと前々からあったんですけども、このジャンルをこうもっと有名にさせたのがこの、ネイサン・フェイクと言っても過言ではないぐらいだと思いますね。エレクトロニカとテクノと、まあ、シューゲーザーをこううまく混ぜたような曲作りをしていて、聴いた当時は本当に新しかったですね。この曲もミックスとかでも本当よく使われた、まあ名曲アンセムの一つではないでしょうかね。はい、続いて3つ目がですね、ドミニク・オイルバーグのドリームマシーンになりますね。まあ、ドミニク・オイルバーグですとか、まあ、オイルベルクとか、まあ、ドイツ出身なんで、まあ、いろんな読み方があって、ドミニク・オイルバーグの曲になりますね。まあ、あの、DJ とか、楽曲制作よりもですね、鳥が大好きすぎて、バードウォッチングしすぎて、もうアルバムのリリースが遅れるぐらい、まあ、鳥好きで有名なアーティストになりますね。ドミニク・オイルバーグの曲は、本当にまあ、メロディックで、まあ、物悲しくて、そしてメランコリックな要素もあって、本当に僕も好きなアーティストの一人ですね。この曲を出したレーベルが、まあ、ドイツの本当に、もう外しがないぐらい名曲だらけの、名門レーベル、トラウムレーベルから出した、楽曲になるんですけれども、このトラウムの中でおそらく一番売れたのは、このドリームマシンという曲になるかと思いますね。本当本当に綺麗なサウンドで、まあメロディックでですね、ちょっとエレクトロニカの要素なんかもあって、すごく聞きやすいテクノでもありますね。これもですね、クラブとかでかかると一番最後にもうかけて、これで最後締めましょうって曲でかかったりもすることが多いですね。は
はい、続いて4つ目がアームの、レイになります。こちらがドイツ出身の2人組になりまして、もともとレコードショップで働いていて、2人で意気投合して楽曲制作をするようになって、活動を始めた、アーティストになりますね。このレイっていうのもですね、日本のレイ説のレイのレイから、撮ってるみたいですね。もうこの曲ですね、クラブ行ったらですね、もうあまりにもかかっていたので、まあ僕もちょっとこれ以上かかってくるとちょっと、嫌いになってしまうかぐらいかかってた曲になりますね。ちょっとかかりすぎてジェームス・ブランドの You are Beautiful の曲になりかけたぐらいかかってましたね。クリック要素もあってミニマル要素もあって、今聴いても全然古びた感じがしない、もうテクノのアンセムではないでしょうかね。まあ皆さんテクノ聴いたことある人であれば、耳にしたことある人は多い曲だと思いますね。はい、続いて5つ目がですね、モノリンクのですね、リターントゥー OG、アートバットリミックスになります。これドイツ出身のですね、モノリンクというアーティストがいまして、まあ自分で歌ってる歌物とですね、こういった、テクノハウスなどの四つ打ちの、ダンスミュージックですとか、エレクトロニカを、うまくこう融合した楽曲をたくさん作っているアーティストになりますね。このモノリンク、そろそろこう日本でも流行ってきそうな感じもありますね。このリターントゥー OG をですね、もう今ノリに乗っているアートバットがリミックスした楽曲になります。このアートバットですね、まあウクライナ出身の2人組になるんですけれども、まあノリに乗っているアーティストになりますね。本当チャートでもよく見かけますし、イベントとかやるといつもお客さんいっぱいになる、もうノリに乗ってる2人組のアーティストになりますね。この曲もめちゃくちゃかっこいいですし、もう本当にもうテクノのザ・アンセムっていう曲ですね。静と動の作り方が本当うまい曲ですね。A メロがあって、そして感想があって盛り上がって盛り上がって、ザ・B メロっていう感じのもう曲ですね。かといって何かこうチャラい部分があったりとか、ちょっと EDM の要素があるわけではなくて、ちゃんとテクノとして構成されている曲になりますね。まあこれも本当にテクノのアンセム中のアンセムと言ってもいいんではないでしょうかね。僕実はちょっとまだこの曲が流れた時にクラブたまたま行ったことがないので、流れた時の何かイベントとかに早く行ってみたいですね。もう外とかで聞いたらめちゃくちゃ高揚してくる曲だと思いますね。普通にまあヘッドホンとかイヤホンとかで聞いてもかっこいいですね。はい、今回はですね、テクノの、アンセム5曲を紹介させていただきました。皆さんもですね、テクノのアンセムといえばこれだっていう曲があればですね、ぜひコメント欄にコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、テクノのアンセム5選を紹介させていただきました。また違うジャンルでもですね、このアンセムシリーズやっていきたいと思います。ありがとうございました。